ってみてもらっていいですか。え、いいですか。ええ、あ、まだあのタイミングでいいですよ。あ、花火センキュー、あゆいちゃんありがとう。頭痛い、マジ走ったりするから走らせんなよなあ。え、走らせんなよ。いや、走らしてないじゃん私。一個選挙ゆいちゃんありがとう。ありがとうございます。花火大会キャリーちゃん行こう。パニーちゃんスクリーンに後ろに大将さんここで待ってくれてるから、ええ、大丈夫、ここにいるんで行くぞ。大丈夫大丈夫、俺がいるから。もうケンジに LINE してんねん、お前配信中なのに。お前違う違う違うの、うざっと思って。ケン、いや、やめな。今仕事中にあの使用の連絡はしない方がいい。本当にいら、あの疲れちゃうからな。よし、分けていこう。怖かったから。え、大将さん来てください。ダメだよ、大将さんは。だってバカ、お前、大将さんは心霊配信のプロフェッショナルが一人で行かなきゃいけないの。いやいやいや、リスナーさん楽しませんの。あれ、いや、じゃあ私大将さんと行く。なんでだよお前、怖い。なんでだよ。たくまくんは大将さんは絶対ふざける。ふざけねえよバカ。てめえなら顔ふざけてんの。違うよ、ふざけて顔しようって。お前ふざけてないよ。ふざけてない顔は意味わかんないし。分かれよ。何ふざけてるって。ふざけてないよもう。鼻かいてるだけ、鼻かいてるだけ、うん、じゃあ鼻くそつけてくね、うん、あ、41枚ありがとう。あ、センキュー、あちゃん。もう本当に無理。うわ、キモ、マジで。これもう大将さん来てください。お前初めてだろ大将さん。え、会ったことあるよ。仲いいの。運動会の時。運動会ぶりやん。2回目だね。うわ、ま、ちょ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 、葉っぱが葉っぱが、俺も普通に今リアルにビビった。ごめん、ビビらせようとかじゃなくて、葉っぱが当たったんだよ。カサカサカサ、ごめんごめん。ちょっと脅かせようとして。本当に無理なんだけど。葉っぱがぶつかったんだって。怖かった。俺も、いや、もう私が行きたくないの。俺も無理だけど。もう私が行きたくないの。私も行きたくないけど。もうなんでよ。なんでだよお前。でももう怖いね。渡って戻るだけ。え、渡って戻るだけ。もう昼間はどうなるのこれ。昼間は普通の通ってるの、ここ人通ってないんだって。通ってるって。本当に。うん、もうやだ。通ってるって。これね、本当に嫌だって。じゃ行こう。うわ、え、うわ、通らかった、びっくりした。怖い、もう。うわ、一人ずつ行くか。いや、一人ずつ行かないって。行かない、うん、オッケー、ごめんね、脅かせちゃって、うん、うわー、こっから飛ぶんだ。嫌なんだな、これ。嫌なんだな、嫌だね、うん、こっから飛んじゃうんだって。命大事にね、みんな。本当にドラクエでもあるけど、命大事に。飛びます、飛びますから。で、引っ張られちゃうから。もうやめてよ。ちょっと引っ張られちゃうから、うん、俺の近くにいて。いや、だったら絶対離れないでよ。離れるわけねえだろお前と。あ、うん、やばい、頭痛くなってきた本当に。ここもう、うん、頭痛い。なんか走らないで。走らないよ。走らないで。走ってないやん、うん、頭痛い。なんか早歩きやめてよ。いや、早歩きしないって。じゃあ早いのこれ。早いよ。早いこれ。早いよ。俺歩くの早いんだよ。ケイちゃん。早い。ケイちゃん。言ってるよね。早いって言ってる。もう
ほんとふざけると危ないで。だからやめて。高いな。ちょっと見えねえな、多分これ。高いわ。何メーターあるんだろう。60ぐらい。60ぐらいあるわ。高さ。でもバンジーこれより高いってこと？100メーターだからね。やば。下まで120、130になったもんね。もう早いとこ。自殺の名所。こんなんなってここから。やばい、ひらりちゃん。ごめん。なんか走りたくなってきた。もうてか戻ろうよ、たくまくん。もう戻ろうって。もう。たくまくん、置いてかないで。もう本当に置いてかないでよ。もうたくまくん、置いてかないで。もう本当に嫌な。本当に嫌な。もう本当に嫌だ。レイがついたかと思った。びっくりした。え、ついた。もう、もう起きています。本当に嫌だって思うが。ガチ？無理無理。何やってんの？そこは平気だよ。いや、戻る。こっから戻るの、ずっと。知らない。また、無理、無理。じゃ戻る？急いで。ちょっと。また、こう戻るの？え？大将さんは？そんな腕組んだら、家臣怒っちゃう。違う、違う、怖いもん。戻る？どうやっちゃう？どうやって戻るの？ここ戻るんだけど、手繋いでたら。違う違う、これは怖いから持ってるだけ。ダメ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 。じゃあ怖いもん。怖くてもう家臣嫉妬するから。違う、彼氏大事にして。だって走って行っちゃうじゃん。行っちゃわないけど、行っちゃうけど、でもこれ良くないって。もうなんでよ、一人で行くじゃん。一人で行くの？じゃあ一人で行くじゃん、ほっといて。あ、俺が？俺 50m 6秒前半でまだ走れる自信ある。もういいよ、走らなくって。よーい、嫌だ。花火ないさ。ありがとう。クランチングスタート行く？いい、嫌だ。初めての手つなぎだよお前これ。え、手じゃ腕だけどね。腕組み、初めての腕組み。いや、キャリーちゃん本当に怖いと。うん。え、後ろに誰かいる。もういいって、もうそういうの。ちょ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 、本当に本当に。パニーちゃんだな。見てきて。いやだ。パニーちゃんでしょ。もう戻ろうよ。パニーちゃんだから見てきて。もう戻りたくない私。え、戻りたくない？戻りたくない。じゃあ行こう。違う、こっちに行くの。俺はこっち来て。うわ、なんか来てる来てる。後ろ、来てる、来てる、こっち。キャリーちゃん、後ろ後ろ後ろ、なんかいる。あ、パニちゃん、パニちゃん、パニちゃん、つ、もう。うわ、怖い。あなたが一番怖いわ、私は。いや、じゃあ、別で行こう。怖い、嫌だ、もう。何やってんだ、お前。もう戻るって。え、揺れてる橋。揺れてる、揺れてるって橋。うん、もう早く戻ろうや。ダメだよお前。もうな、戻れよお前一人で。じゃあ戻る。もう無理。もう無理だって、来ないでよ。じゃあ死ぬ。いや、気づい、そう。しんど。全然楽しくない。いや、配信で楽しむもんじゃねえから。心霊なんてもう二度と行きたくない。ないでもんね。あ、やばい。ケイちゃん、やばい。
そうみたい。これ、もうちょっとかもね。あ、しんど。頼みたい、もう戻ろう。いや、大将さんいるから。大将さん、どこ行っちゃったの。大将さん、大将さん。じゃあ、頭痛い、マジで。終わりそう。もう戻ろう。あ、大将さんいた。あと。ふざけてないよ、私は。こっち。マジで？こっち。そう、うん、何人か見た、うつむいてる人、うん、なんか、じゃあ私はロープ着てる感じだったんですけど、うん、ガチガチガチ、うん、あ、本当に、うん、マジで、うん、行ってみる。私もリタイアしていいですか。大丈夫よ、無理しないで、無理しないで、うん、無理しないで、無理しない方が一番よ、うん、もうよく頑張ったよ。もうほんと頑張ったよ。あったかい布団入ろう。あ、布団だわ。あとね、中村くんとひーちゃんがこっち来てるみたい。ほんと？あ、そうなんだ。もうあったまろ、帰ってあったまろ。怖かったよね。怖かったよね。泣かされたの。あ、ガチ怖かったね。じゃあ、え、泣いてる？え、ついてる？ない。キャリーさん、どうしたの？そうそう、人生初の心霊。人生初の心霊だって。もうマジついてるやん、これ。じゃあ行こうか。怖いから。じゃあちょっ と、ちょっと俺とパニちゃんでまた行きますんで、ちょっと一回送ってもらって。もう送れへんだろ、この距離。じゃあ俺でも固定しまで。キャリーちゃん、待てよ。二人でもう脅かさないから。いや、じゃあもう戻るよ、私。一人いいよ、戻って。一人でも撮っていいの、うん、いいよ。あ、いや、まっすぐでしたっけ。まっすぐ行って、右行って左。まっすぐ行って右行って左。右にキャンプ場があるから。うち分かるかな。だから待ってよ、少しだから、うん、ね、もう戻るわよ。大丈夫だよ、うん、じゃあ大将さん、はい、これ二人で戻ってますね。わかりました。すいません、すいません、出来損ないの豚で。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございます。お前、泣きそうになってるけど涙一滴も垂れてねえな。違う、泣いてるよ。泣いてるけど涙垂れてねえもん。いや、わざ嘘だけじゃないよ、うん、怖かった。豚とカッパ、うわ、もう一回再開ね。いや、行かないよ。じゃあもう一人で戻る。もうそんな意地悪するんなら、もう戻ろう。一人で戻るって言ったけど。え、だってここ行くんでしょ、たくまくん。あ、中村ひーちゃんが来てる。じゃあ行こっか。もう目の前にいるわ、ひーちゃんたち。いる？うん、うん、今からお墓行きます。行かないよ、たくまくんだけで行っといでよ。で、待ってて。いやいや、行くよ。もう下で待っとくのも嫌だ。大丈夫だよ。嫌だよ。大丈夫。いや、本当に無理。私こういうのマジで人生初で、うん、苦手なんだよね。え、お化け見たことない？いや、子供の時はなんか見えてたとか親に言われたことあるけど。じゃあついてんじゃん、もう。それ気づかない間に、ついてんで。いや、今、大社さんとパニちゃん二人で歩いて行って、この豚がもう怖すぎて、もう帰りたいってなった。おい、戻れよ。怖くって、私無理なんです。なんで？ちょっと、リタイアしちゃって。なんで怖いの？怖かった。どうしたの？でも全然涙出てないよ。ね、涙が全く出てないよ。怖いの？涙が。本当
でも涙出てないよ。泣いてた本当。泣いてました。泣いてたの？全然目腫れてないよ。違う本当に泣いてたし。お化けいたの？お化けいたっていうか怖いんですよね。誰か怖がらせる人いたんじゃないですか？嫌な予感する。え誰もいない。だって俺帰ってたもんあっちまで。いやタクマくんです。タクマがやってたの本当に。何の話？怖がらせる人って。アイラインもバッチリだよだって。ウォータープルーフなのよ、ね、取れないね。タクマがやりすぎ。死ねだからな、怖がらせてなんぼなんだよ。ほらね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 。でも吊り橋効果でちょっとあれじゃない？あの距離がまた縮まった。そうだよ。いや俺逆にキャリーちゃん置いて走っちゃったから嫌われたかも。ひどいわね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 。じゃあ戻って。戻って戻るよ、うん、橋だから戻るであっちじゃなくて、ちでもダメだってよ、あっちに戻ってって。戻らないよもう。でも一人ずつ橋渡るっていうチャレンジしない。いやいや、たくまくんと渡ったよ。え橋、うん、もう渡った。チャリ渡ったの、うん、でもチャリちゃん、これ心配して、あの私ね、藤見誰が藤見ちゃんや。藤見ちゃんじゃないですか。ひーちゃんですよ。なんかまさちゃんだよ。そうよ、ひーちゃんわざわざ重い腰上げて来てくれたんだ。そうよ、そうよ。もう一回行く？もう一回ひーちゃんと一緒に行けば。え、なんか見えたの？なんか見えた？うん、私と一緒に行きましょう。何が見えたの？気のせいかもしれないけど、うん、じゃあ4人で行きましょうよ。気のせいかも。一人で戻るの？一人で帰るの？じゃあ3人で今から行くけど一人で一回戻る。え、でもそっちの方がいいかも。一人で戻った方がいい？あそこに行きたくない。なんかあるのかしら。なんかある。でもこっから近いよ。でもね、うん、そんな遠くないよ、ね、うん、全然遠くない。たくまはビビらないよ、こいつは。人間の心を捨てた男だから。いや俺お化け苦手よ。勝てないじゃん。勝てないドアがいても無理ですよ、お化けは。あ、ほら、あそこにライト見える。あそこだよね。誰が、あ、大将くんたち、うん、大将くんたちこっち来てない、もうパニーちゃん、パニーちゃんと往復して、うん、終わりなのかな。もう一回二人で下行くのかな。あの飛び降りて死んだところ。そう、行ってみる。ひーちゃん中村ピャッて出せない。ピャッと。何ピャッとって。橋、あんたそうだよ。全然橋、全然いい。一人で行けるの。じゃあ連れててこれ。行かないよ、バカじゃない。行かないの。行かないの、うん、行かないの。来てよ。行かないよ。な、何があったのあそこで。なんか雰囲気も怖いし。だってさ、帰るとき雰囲気結構あるよ、ここ。いやー、まだ途中であるし。ま、でもあそこの橋の方が怖い。キャリーちゃん、もっと沸かせますよ、ね。おでキャリー、おでキャリーで行く。やだー、おでキャリーで。おでキャリーで。やだー。トン、トンコンビで。トントン、トントンで行く。トントンコンビ。やだー。トントン。怖いの？怖いです。なんでそんな怖いの？なんかあった？あったっていうか、心霊自体が人生初で、うん、あ、今日初めてなの。慣れた方がいい。いやいや、若い頃新スポン行かなかったの。一回も断ってた。誘われたことあるから。うん、じゃあもう今頑張ってるのがもう一回できるんじゃない。いや、橋までじゃあ行ってみてる。あそこ、あたし見てみたいな。橋だけ雰囲気あるかどうかね。そうそう、行くじゃん、ひーちゃん。まあ、いるかどうかわかんないけど、とりあえず見てください。タクマ行くじゃん。うん、じゃあキャリー帰ってる？私帰る。じゃあ戻ってるね。足わかる？あ、もうずっとまっすぐ行ったらわかるよ。まっすぐ。でも危ないわよ。ずっとまっすぐ行ったら左手に墓あるから。うん、でも危ないわよ。危ないわよ。うん、一緒に行きましょうよ。危ないわよ。怖いです。じゃあ危ないわよ。うん、どうする？じゃあここ見えない、見えないんだって。4人で行った方がいいわよ。顔なんか、ね、危ないと思うわ。いいよ。こっち、こうやんないと。かわいい。顔が見えないんだ。そうそうそう。うん、一人で行ったら危ないわよ。あの橋に戻る方が怖い。そんな怖いの？そんな怖いの？見た感じそんな怖くなかったけど。ほんと？そんな危ない。ひーちゃんいつも行ってるとこなんかもっと怖いよ。うん、そうなのかしらね。うわぁ、やだ、怖いんだけど。お前が一番やってたんだ。お前が一番やってたんだ。ね、4人で行きましょうよ、とりあえず。あそこまでとりあえず4人では行って、とりあえずあの、あれすればいいの。
ねえ、キャリーちゃん。今帰ったらもったいなくない？今帰ったらラーメンあるよ。ラーメンも作ってるけど。帰りたい、ラーメン食べたい。帰る？か、ラーメン食べ。ダイエットストライヤーやけど、帰るの？それで帰る？ちなみにレイは怖い怖い言う人のとこに行くからね、うん、またそういうことばっかり言って。みんなでやってるイベントです。いろんなリスナーさんが見ているのでアンチコメはやめてイベントを楽しみましょう。その通りですよ、皆さんね。いくら？何が？いくらで行く？いくら？いくらで行く？いや、お金もらってもいかない。お金いらない。そうです。立ちんぼじゃないの？立ちんぼ？失礼ねいつから売春婦なのよ。本当に。本当。でもキャリーちゃんまだ始まったままなのにな。そうだよ、まだ53分だよ。終わってよかったの？もういいの？私は大丈夫です。そうなの。でももうやられたんじゃない？いやでも戻りたいな。あ、元のところに？ヨミチだよ。ヨミチだけど、もうこうなってるから、隣なんかすぐ通ったらついちゃうよ。でもあの足行きたくないよ。あの足の方が怖いね。行くかよ。じゃあ行くか。もう、あなたは行くんでしょ。もう行く、全然いいけど、帰るのもいいですし、行くのもいいし、どっちでもいいよね。キャリーちゃん帰るっていうか、一人で帰れないでしょ。でしょ。一人で戻れる。で戻れる。多分もうやめて、たくまくん。え、何をしたの？もう足掴んできた。足掴んで。もうやめて、もう。何してんの？これさ、絶対寝たやん。ね、映しながら。ネタでしかないやん。ネタじゃない、本当に怖い。怖がって、ちょっと座らない、ちょっとそう座らない、あそこ座らない、ベンチ座らない、少し、はい、ちょっと、はい、怖いね、ガシも行くの、うん、ね、あ座って、ベンチ、あ、ここ座る、はい、座って、はい、怖いんだけど、そんな怖いの？怖いです。あの、でもね、すごい明るい橋なんだよ。たくまくんが怖がらせたんでしょ。まあ確かに、だからじゃない。たくまくんが怖がらせた。なんか叫んでたもんね、キャーって。そう、怖かった。置いてって走った。走って置いてったってされたの？そうそうそう。じゃあ、パミちゃんもし帰るなら、ついてあげるわよ、帰り。え、本当ですか？うん、帰りたいな。帰りたいみたいな。しゃあないわよ、うん、怖いんだから。オデの方が怖い。何が怖い？うん、人みたいなものが入ってらしいよ。それちょっと怖いわ。ここで行くのが配信者だよ。いや本当にちょっと無理だ、心霊だけは。下からライトしないで、ひーちゃんがみんな映せないの。どうしたの？ 頭痛くてさ、うん、水買って、キャリーちゃんに。え、水買ってきてって。戻ればいいじゃん。そこにある、自販機。じゃ戻ればいいじゃん、戻って。痛いんだよ、もうすぐそこで自販機あるんだよ。いや、自販機どこにあるかわかんないし。そこ見えるじゃん、光ってるところ。え、その自販機ある。いや、戻ってもう耐えられない、キャリーちゃん、お願い。もういいよ。痛いな。自分で行ってよ。じゃあ金ちょうだい、金。え、お金持ってきてない。金、うん、200円あれば足りるから。200円もする？いや、いくらか分かんないから。そこケチるの、数十円。200円、200円もする。ごめんね、タクもムカつく。あれ、これがね、キャリタクです。すごいわね。うん、すごいわ。優しいね。俺は恩をあだで返さないから、常にお前に寄り添ってるからな。わかんない。でもキャンプの人さんは違うか。買ってくるの？
帰りたいの、キャリーちゃん。帰りたいです。本当？でも俺たち行きたいんだよ。じゃあ私とタクマくんが帰ったらいいんだ。タクマはだって戻るって言ってるよ。で、ひーちゃん行きたいって、来たばっかだから。一回一人で戻るしかないよ、でもそしたら。そうだね。うん、ひどなさん、パニ枠で、パニちゃん霊感っていうかさ、なんか引き寄せるよね、パニって、マジで、うん、そうなんだ、パニってマジ引き寄せる、起きるね、毎回なんかあるんだよ、パニがいると。起きるね。うん、いや、マジでパニがいるとなんか起こるのよ。待ってるんだって話もね、パニちゃん、あっちのこと。そう、じゃあ、行くか。じゃあ、キャリー戻りな。ラーメン食べてるから。大丈夫、キャリーちゃん、帰れる？帰れる、でもすぐそこやんだって。怖くない、キャリーちゃん？すぐそこだよ。怖いけど、うん、結構遠いよ。遠い、うん、そんな遠くなかったけど俺、うん、俺がいつもコンビニ行く感覚みたいな。あ、なんか心霊ちゃんと行ったらファンタくれるっていうリスナーいるって。本当に、うん、それくれたら私絶対に行きます。先にくれたら、先払いね。うん、うん、じゃないと行かないかな。ファンタに揺らいでんの？いや、でも行きたくないけどね。先払い制ファンタね。お金大事よ。うん、お金大事、うん、じゃあ俺もファンタ飛ばんまで。釣りかもしれないじゃん。じゃあ俺もファンタ飛ぶまで行きません。なんですよ、釣りかもしれないじゃん。先払いじゃないと、うん、ね、俺も先払いファンタじゃないといけません。飛ばないわよ、ずっと飛ばない。無理か、ずっとね、無理か、無理か。目つきが、出つきが変わったぞ、キャリーの。いやいや、それ言うならね。でも本当に投げるんだったら、うん、さっきでも投げると思うし。一人で橋渡れるってことじゃん、ファンタ一発で。あーでもテンション的に。いいや、いいや。え、どういうこと？一人だったらいらない。一人だったらいらない。うん、頑張って、パニちゃん。パニちゃんじゃない、頑張って、キャリーちゃん。頑張って、キャリーちゃんだよ、うん、頑張って。パニちゃんじゃなくてキャリーちゃん、うん、頑張って。私はもうちょっと本当に心霊は来たくなくって、うん、うん、怖い。配信者だろ。いやでも心霊はマジでね、ちょっと、うん、苦手。もう伝説の心霊配信で伝説じゃなくなったやんけ。何も起こらないんだから。いやいやいや、まあ、タイトルは大げさに書いたけどね。たくまくん、どこ行ったの？たくま戻ったんじゃない？さっきあっちを歩いてって。あっち行ったんだ、うん、戻ったっていうの、うん、あなた。じゃあ俺たちも行く？じゃあちょっとキャリーちゃん、俺たち行くね。うん、じゃあね。うん、大丈夫キャリーちゃん。いや、もうすぐ近くだよ、だって。うん、うん、戻りな。まっすぐだよね。まっすぐ、ずっとまっすぐで、もうすぐ近くにある。うん、うん、じゃあそういうことで、うん、じゃあ戻ってな。戻る。うん、うん、なんか警察？全然違う、家の人じゃない。これ違った。え？あ、ゴミ捨ての人や。びっくりした。ああ。行こう。じゃあ行くか。じゃあ。じゃあもう取ればいいじゃん。すいません。ちょっと怖い。だって帰れるよ。え、違うよ。すぐ近くだよ。なんかあってもあったら近くな。なんかあったら何があったら。すぐ近くでなんかこういう変な人いるかもしれないよ。変な人じゃないやん、絶対。ゴミ捨ててた人だよ。ちょっと分かんないじゃん、もしかして。大丈夫だって、5分ぐらいの距離だって。5分もかかってなかったよ。ちょ。女の子だから大丈夫かなってんですよ。大丈夫、配信つけてるから。何かあったらダッシュで行きな。本当？いい、大丈夫だぞ、こんな。大丈夫だね、本当。大丈夫だよ。マジで、マジで、ケイジ大丈夫？一人で行ける？すぐ近くだって、本当に。
うん、俺も行って帰ってきたんだからまた。じゃ行けるかな。行って帰ってきて行ってたからね、まいちゃん。俺もね。大丈夫だよ。よ、ななかったよ。じゃあ無理ならついていくか私。甘えるか。またひーちゃんこっちに来させるか。あでも。もう来ないわよ。え、来ないの。あ、じゃあひーちゃんに申し訳ないので、一人で帰る。帰れる？はい。よかった。すいません。うん。じゃあね。あとで、はい、待って。じゃあね。はい、ありがとうございます。うん。何かあったら、早くね。はい。飛ばすとか飛べない。うん。はあ、ちょっと一人で帰るわもう。頑張った、怖かった、もう二度と行かない、心霊は。うん、あと来なかったらよかったのにとか言う人いるけど、別に私行きたくなかったから。行きたくて来てるわけじゃないから。ありがとう、頑張った、ありがとう。いやいやいや、私こういうの苦手だし、まずありがとう、ありがとう。今までもこんなん行ったことないし、 NG、 もうこれから行かない。本当に楽しくもないし、そういうの嫌なんだよね私。なんか心霊とか楽しくないし、そういうのネタに、ネタにっていうか嫌なんだよね。暗いなぁ、この道怖いなぁ。暗いなぁ、みんないるから頑張れ。暗、もう嫌、はぁ、もうしんどい、あもうテンション下がった、本当に。マジでもうテンションが下がった。どこだこれ、これどっち、もう真っ暗すぎてわかんない、これどっち、ここまっすぐかな、もう足元ちょっと待って、驚かすな、コメント欄。ちょっとここもう見えない、驚かすな。ちょっと音楽かけながら帰ろう。一つの携帯で光らしてる今。音楽ダメなんだ。ありがとう。もう暗すぎても見えない。トリックアトリートありがとう。もう本当にもうあのマジでもテンションが下がりすぎて。本当にもう辛い、もうコメントやめて、そういうの。ありがとう盛り上げ猫さん。楽しくない全然。
帰ってラーメン食べ、ありがとう。テンション下がりまくり。もう無理、しんど。帰ってもさっさと寝たい。向いてないわ私こういうの、向いてない。もう無理。どこだろうこれ、まだかな。テンション下がっても無理なんだけど、どここれ遠くない？そんな遠かったっけ。てるでしょ、まっすぐだもん。カシン君電話したらダメかな、一人で怖い。取り込み中？ちょっとお腹、あ、まあ明日早いしね、たくまくん、あ、たくまくんじゃない、かしんくん。もうお腹痛くなってきた。たなちくん。ナビ見れるってわかんない。あ、そっか、ナビ。あ、徒歩3分だ。あ、まっすぐ合ってる合ってる。待って、充電がない。まあ、いっか。ありがとう。もう少しだ、もう少しだ。
か家臣くんに位置情報送っててよかった。その情報をもとにナビしてる。よかった。少し、もうちょっとだ。待って、ありがとう。ありがとう。
ってキャリーちゃんの、キャリーちゃんのマークあるわ。ちょっと待って、キャリーちゃんの携帯あるんだけど、ほら、マーク繋がってる。キャリーちゃん、お待たせしました。僕もずっと今大通りに行ってる。あ、そうなんですか。僕今どこで見失ったんだろう。あ、迎えに来てくれてたんですか。途中の方までいて、はい、キャリーちゃん一人で帰ってきてるよって言われて、はい、じゃあ迎えに行こうかって言ってる最中にキャリーちゃんついてるよって言われて、あ、すれ違っちゃったかもしれない。あ、なるほど、はい、一応ナビして帰りました。ありがとうございます。楽しくない。疲れちゃった。キャリーちゃん、お茶ありがとう。お茶で水ありがとうね。買っていただいたわ。あ、本当？何これ。家に帰ってきたくないの。いや、そんなことはないけど。一人でよく帰ったね。偉いね。ナビして帰った。ナビする余地もないよ。ただひたすらまっすぐ。完成した。ありがとう。夜道も怖かったね、帰り。ちょっとさ、お願いがあるんだけどさ。え？すぐそこに墓あるから一緒に行かない？は、無理。賛成なんてしてないと思ったよ。無理、行かない。本当に疲れた私。こっちはあのエンタメ通用してるからわらわら流れてるけど、こっちは配信初心者多いな。なんで怒ってんのこれ。いや、私はもう疲れてるからじゃない。普通に嫌だわ、終わりなんだけど。
それでなんかそれに臨場してなんか俺に対してガタガタ言ってるやつ、配信見るセンスねえで。てかさ、私がテンション下がってる理由もう一つあって、まあ、心霊配信が怖かったのもあるんだけど、じゃあコメントじゃなくって、じゃあ家臣くんが怒ってるとかじゃなくて、家臣くんに対して粘着してる女がいます。その人の名前はリンです。そう、今日カシン君から聞いたんだけど、カシンに粘着してる女の名前はリンっていう、まあ前にカシン君が去年とか好きって言ってた女なんだけど、カシンくんはもうリンちゃんに対して気持ちはないんよ。ないんだけど、今日リンからカシンくんに電話かかってきて、キャリーと絶縁しろって言われたらしい。付き合ってるのに？うん。付き合ってることはまだ分かってない時から。いや今だよ、分かってるよ。あでもカシンくんはもちろん断ったからねって。で、それ、キャリーちゃん、ちょっと今話してるからです。あ、ごめんね。あ、ごめん、うん、いや、ちょっとヤバくない？マジで粘着。わざわざ、カシンくん、カシンくんに対してキャリーと絶縁しろとか、ヤバいよね。逆にリンちゃんと絶縁してって言った。私はいや、まあまあ去年もともとカシンくんが1年前好きだった人なんだけど、カシンくんはいやそれ伝えてくれる方がでもよくない？どうなんだろう。よくねえよ。ちなみに今月の初めも電話かかってきたらしい。私と絡んでた時電話してきて、配信外でいいから今から来てって言ってきたらしい、カシン君に。私とカシン君を邪魔したいんじゃない？なんか気持ち悪いと思って、私もテンス、なんかね、マジで気持ち悪くって、そのリンが。カシン君はもちろん2回とも、今日も、前も断ってるよ。カシン君はもちろん断ったからって。でリンのことはカシン君もブロックするって言ってた。で私絶縁してほしいって、私が逆にリンと絶縁してほしいって言ったらいいよって言ってた。なんなのカシン君、これちゃんと、これ どうなの、話してくれてよかったと思う？私が知らないより。どっちがよかったんだろう。カシン君のこと私は信じてるよって。なんかマジであの女粘着やばいんだけど。てかカシン君粘着してるの向こうでしょ。うん、そうそう、カシン君がちゃんと言ってくれたのはよかったと思う。いや、カシン君はもちろん断ってるよ。前に配信外でいいから来てって言われた時も
断ったし、今日もあのキャリーちゃんと絶縁してっていうの断ったって。いやもうなんか本当に何なんだろうね、気持ち悪いんだけど。いや私も凛と絶縁してるからね。なんなん、独占欲が強いんじゃない？てか何も自分が勝手に TikTok 行ってスーパーナイスとかと絡んでたくせに、別に家臣くんに対してもストーカーとか言っといて、自分が粘着してるでしょ、リン、あの家臣くんに。そう、家臣くんはブレないからって言ってくれてるから、家臣くんの気持ちを私は信じてるよ。まゆちゃんの時も言ってたの、マネージャーの時。なんで家臣くんのことストーカーとか言っといて、そんな何粘着するの、家臣くん。今私と家臣くん付き合ってるんだけど、絶縁しようって何？いや、リンは私もブロックしてる。スーパーナイスの件でちょっと嫌なこと言われてから煽ってきたから。私で構えてるわ。あ、信じてね、カシン君信じてね。やばいよマジで、あの女地雷すぎだろ。いや凛と仲良くなるつもりないよ。私のこと煽ってきて、キャリーの人気も嫉妬してる。凛って人がお金借りてるんじゃない。いやもう返さなくていいみたいよ。あれは返したのか返さなくていいのかちょっとよくわかんないけど、あれは返さなくて、もう返すとかないって言ってたよ。家臣くんはのこと信じてるけど、私はでも粘着が気持ち悪いなと思って。しかも家臣くんと付き合ってもなくって、家臣くんのことストーカーとか言っときながら、なんでそんな家臣くんのこと独占しようとするの。キモいんだけど、うん、家臣くん粘着してるよね、向こうが。邪魔したいんだろうね。あと私と家臣くんがうまくいってるのは気に食わないんだろうね。自分はスーパーナイスとか言っといて、そう話題にしたら相手の思うツボとも思ったけど、一応これだけあのこの枠でだけ言っとこうと思って、これから別に凛とバチバチするつもりもないし、相手にもするつもりもないけど、一応こういうことがあったっていうので報告だけしようと思っただけ。こうやって粘着されてますって、家臣くんが。独占欲ってか別に家臣くんの彼女は私なんだけど、家臣くんも凛に対して今全く気持ちないって言ってたよ。それは信じてるし、凛が家臣くんに粘着してる。そう、自信持てば、うん、まあ、信じるのは信じてるよ。スーパーナイスは私の元彼とかに言っときながら、キャリーちゃんはナイスはキャリーちゃんの家目的だっただけとか、なんか煽ってきたから、そっから私はもう絶縁してる。何も知らないくせにそんなこと言ってきて、
は大丈夫だと思うよ。信用してるよ、私は。ガチで、その本気で考えてくれてると思うし。感じ読める？リン。どうでもいいんだけど。好きだった人っていうのが不安なんだろうね。あ、少しね、まあまあ信じてはいるけど、まあめっちゃそうだね、カシエ君もともと好きだった人だから。まあでもリンの方が粘着してるよっていうのをまあ伝えたかった。だから私はそれもあってちょっとなんかリン気持ち悪いと思って余計テンション下がってたのもある。まあ無視がいいけどね。そう、無視して何時間しかいられないの来てくれたの嬉しいよね。ねえ、本当嬉しかった。だから本気で思ってくれてるんだなって、それはね嬉しいし信じてるよ。タナチ君、頭痛薬的なないですもんね。頭痛薬僕は持ってないですね。すみません。みちゃんいなくなっちゃった。なんで私がリンに金返さなきゃいけない。てかカシー君も返すお金ないって言ってたよ。タナちゃんの前もカシエ君の借金も返すのかないって言ってたよ。なんかいるよね、なんか過去の男っていうか、別にリンとカシエ君付き合ってもなかったけど、なんか新しい女ができたら粘着して邪魔して来ようとするやついるよね。そうそうそう、スーパーナイスの時もそうだったけど、元嫁とかにね邪魔されたりとか。何がしたいんだ。あ、おやすみ。まね、今日は。あ、大丈夫。ちゃんたちまだ帰ってきてないよ。いや、リンもそうだよ。リンもスーパーナイスとか男と遊んでるくせに自分はよくって、何カシー君にはそうやって独占して。ひーちゃんいない。え、消えたってどういうこと。男、自分は遊ん、そうだ、自分は遊んでるくせに人にはなんかそうやって独占欲とか束縛してマジ地雷だよね。そうそう、私と絡み出したっていうか、こう恋愛関係になったタイミングでリンが最初に電話してきて、それが10月の初めで、で今日もまた電話あったっていう。私と恋愛関係になってからだね、チヤホヤされたね。自分じゃないと、自分が一番じゃないと嫌なんじゃない。別に、
いるよね。なんか気持ち悪いわ、本当にもう、そういう。あ、私も疲れたな。若新くん信じてる。若新くんも、でもブロックしてくれるとは言ってたよ。ブロックして、逆に凛と絶縁するとは言ってくれたって。ラーメンいいかな。カップ麺とかあるけど。やはりお前は配信の天才。どうして？たくま怒ってる。いや嘘あってやめて。絶対怒ってないよね。どうし、なんで私天才なの。あ、見つかった、よかった。ラシン君とケンちゃんに会えた。ありがとう。もう信じるしかない。いや、ありがとう。と疲れたのと精神的にいいかな。心霊行ってからなんかちょっとテンションが下がってて。家臣くんはね、そうだね、一途でいてくれてるからね、信じて。私もあ、ここはね暖房つけてるから大丈夫。メロカちゃん、キャリーちゃん愚痴言ってる。なんでタクマくんに謝らないか。逆でしょ、バカじゃないの、あれ謝りなとか。なんで私がタクマくんに謝らないか。言ってない、愚痴なんか言ってなかった。嘘あとやめて、嘘あとやめてください。謝る必要ないよね。なんで謝らないかの、怖い思いしたの、たしなの。いや、本気で考えてるよ、私も。そりゃシンクも本気で思ってくれてるし、私も本気で考えてるから。ダンボール置けない。ダンボール、たくまの家出ろっていうやつは。ああ、シンクとはね、カシン君と11月中にはね一緒に住みたいね。いや、こうなるのは予想してたよ。まあ、たくまくんが怖がらせてっていうのは予想はして、まあ一旦は行ったんけどね、私も。まあ行ったの、行くって決めたの私だから。まあただ怖かった、予想以上に。そう、予想以上に、うん、そうそう、行ったら怖いんだよね。あ、凛ちゃん切れるなっていうのブロックします。向こうのそういうのいらない。
向こうが煽ってきたんですけど、リンの方から、リンの方から私のこと煽ってきて絶縁してるんですけど、リンリスナーいらない、そういうのはブロックするわ。リンリスとかハトはブロックで、平和に行きたいからね私。カシン君はね、明日ってか今日か講習があるから、うん、あ、もうちょっとでね誕生日だし、フランス人がついてると、どうしてもまたキャリーちゃんについてない。と、いや、たくまくんのこと嫌とは言ってないんだけど、私。嫌とか言ってないけど、今日のが怖かったって言ってるだけなの。嫌いになったとか言ってないよ。疲れたって言ってるだけ。たくまくんのことは嫌いとか言ってないしね。喉乾いたの。プロない、私は言ってないよ嫌いなんて。いや、飲み物買ってなかった。風呂入ってないね。そうだね、ちょっと配信終わったら入ろうかな。だね、そうだね、早くね、そうだね、一緒に過ごせ、暮らしたらね、いいよね。女の子同士一緒に入る人いない。ラーメンはいいよ、うん、やっぱり。私は大丈夫です。今は大丈夫です。ありがとうございます。なかった、飲み物なかった、コップもねない。まあいいや、エヴァセイちゃんと一言も話してない。私てか嫌なことがあったしね前ね、ケイちゃん、そう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 、メロコちゃん、そうそう、そ
ブトーさんありがとう。あ、ほんと？そう、池袋の時のあの例の件があるから、まあまあまあ今は話さない。キャンプ場わかんない。大体すぐたかなと思って気まずいのかも。まあもうこれ以上はね言うつもりはないから。私も、うん、どこがいたの。いや飲み物買ってなかったよね。外は行きたくないな。自販機あった。まあ私も寝ようかな。もうありがとうタルビッシュ。バスルームね、一応ユニットバスって感じではあったかな。うん、広いというかね、まあでもビジホよりは広いかな。水道水も美味しいの。そうです。各部屋にあったって。何が。水道水飲めそうだね、確かに。そこの山の田舎の方だったらね。飲めるよね、確かに。各部屋にないよ、コテージに一つだけ。各部屋にある。これ各部屋にある。え、そうなん。各部屋にあるんだ。すごっ。あ、そうなんだ。あ、一個しか見てなかった。すごい。あーね、ひーちゃん紹介してた。笑ってた。疲れた、ごめんね、なんかテンションくぐって。ちょっと心霊で疲れたのもあるし、いろいろちょっと重なって、ねえ、一旦元気出る。まあもうこの話はしないから。もう2時か。さっきの件ね、別に相手にもしてないし、その人のこと。寝不足だしね。じゃあおやすみなさい。おつきゃりーありがとうございます。おやすみ。ありがとう、おつきゃりー。疲れー。また明日。おやすみ、おつきゃりー。